スでも男でもグリーンオン。バー初登場、ちょっと待って、初登場、あのうちの社員のあのトミティンです。ありがとう。さあということで、まあちょっとオープニング一人でやるの恥ずかしくて、あのうちの社員ちょっと使いましたけど、昨日に引き続き僕のコーナーで、まあ、グリーンをやらせてもらってるんですけど、まあ、昨日が、まあ、85切りができなかったっていうのをちょっとホワイトと、まあ、反省とか、まあ、今後どうしていくかっていうのを話したんですけど、まあ、僕今使ってるクラブが、今実はここにいた富田のクラブを借りてた状態なんですよ。っていうのはちょっと前動画でも言ったんですけど、まあちょっと自分のクラブを、まあ、元々使ってたのはあったんですけど、まあシャフトが全然合ってなくて、まあちょっとこれはまずいと、このままだと85は切れないなっていうことで、まあちょっとうちの社員の富田のクラブを使ってみたら、まあまあそこそこ良かったんで、まあちょっと使わせてもらってて、ずっと借りてたんですよこの半年間っていうので、まあちょっと新たな自分の武器を手に入れようかなと。まあイエローもブルーもレッドももうアイアンは全部買い替えてますし、ここ最近っていうので、まあ僕もちょっと新しい武器を手に入れようかなと思ってるんですけど、まあ正直悩んでます。何を買おうかなっていうのもすごいあって、けど、まあ、僕の中で2つすごい気になるのがあるんですね。1つが、まあ昨日か一昨日か、レンジャーの動画にも上がってましたけど、エピックのキャロウェイです。これキャロウェイのエピックフォージドスターのアイアンか、これこっちが正直僕どっちかって言ったら気になるんですけど、まあ、これもキャロウェイなんですけど、 X フォージドスターっていうのが出てるんですよ。もともと僕その富田から借りる前に使ってたのがキャロウェイの X フォージドの2013年モデルなんですよね。でこの X フォージドの2013年モデルをずっと使ってたんですけど、まあダイナミックゴールドっていうシャフトを使ってて、結構固めなシャフトだったんですね。で、まあ、これは本当に僕のアイアングリーンオン分かったから。で僕なんでその X フォージドを買ったかっていうと、見た目がめちゃめちゃ好きで一目惚れなんですよね。で石川遼くん大好きで、石川遼くんも使ってたっていうのもあったんですよね。でだから X フォージドを使ってたんですけど、まあちょっと新しいのが出るというので、でこの間レッドとグレーがしだしに行ってる動画を見て、まあ見た目最高ですね。僕の中ではもう一目惚れですの域に入るぐらいのアイアンなんですよ。でただそのもともとに X フォージの2013年って結構飛ばないモデルで、そんな飛び系のアイアンってその当時あんまりいなかったんで、僕の中では結構難しめなもので、で今ちょっと気になってる2つ、エピックフォージドスター、エピックフォージドスターはもうかなりの飛び系なんですよね。それもまあアマチュアなんで飛んだら飛んだで全然いいと思うんですけど、僕の中では見た目とかちょっと難しさっていうのも視野に入れたいなっていう、もうゴルフが上手くなった時になんかエピックちょっと飽きちゃうんじゃないかなとかちょっと思ったりもするんで、ちょっと最近いい出会いがあって、ひもんやにフィッティングルームあるんですよ。でその、オーナーさんともちょっと出会えて、ぜひうちでフィッティングしてくださいとっていう話もちょっといただいてるんで、もしかすると動画でそのフィッティングをした上でまあいろいろ考えようかなと、まあシャフトも含めてそういう部分はありますね。アイアン返すね、アイアン返すね。ピッチングからのパッティング分かったよ。っていう感じです。最近のゴルフ業界、まあ、やっぱ盛り上がってますよね。まあ、特に女子だったらシムノちゃんが全英で勝って、そっから、ね、ツアー見に行く観客動員数もめちゃめちゃ増えたり、まあ、すごい盛り上がってるな
ていう中で僕はすごい注目してるのが男子なんですよ。まあ、もちろん女子の渋野ちゃんはもうトップであれなんですけど、男子のやっぱ賞金王が今石川遼くん2位ですね。いや僕はぜひ頑張ってほしいんですよね。石川遼くん、まあ本当10代で出てきてめちゃめちゃ活躍して海外行って、だけど海外であんまり伸びなかったけども日本戻ってきてまた活躍してくれるっていう石川遼くんのね、もうやっぱ石川遼くんかっこいいっすよね。かっこいい。僕も石川遼くんに憧れてゴルフをやり始めたようなもんですからね。でキャロウェイ好きだって言ってるのもそれですし。はい、なんすか。あ、ちょっとよかったら、ちょっと今撮影中なんでよかったら。あ、ベロベラな感じのレッドが来ました。これ大丈夫？俺出て大丈夫？グリーンオンなんで大丈夫です。大丈夫じゃない？大丈夫。いや、僕は今出たよ。っていうので、まあその石川遼くんがもう本当に2位につけてるっていうのはすごい僕の中では嬉しいですね。ぜひ僕は返り咲いてほしいですね、賞金王に。っていうのをすごい注目してます。で今度、まあ、グリーンオンとしてやる企画なのかな、グリーンオンとしてやる企画として、まあ、ちょっと発表したいなと思うんですけど、僕一人で一人予約ゴルフっていうのを行ってこようかなと思ってます。でもちろんそれ動画撮れるかどうかわからないんですけど、あのもちろんその一緒に回る人が OK 出せば動画撮れますし、ダメだったら僕がもう一人で自撮り動画みたいな、まあ、ラウンド動画ではなくて一人、まあ、ラウンドしてきたよみたいな、どういうもんなんだろうなっていうのをまあちょっと伝えられたらいいなと、まあ、僕なんか本当にゴルフやる上で知らない人と回るってコンペぐらいなんですよね。まあ、やっぱり身内レンジャー内で回ったりとかっていうのがものすごく多くて、なので知らない人と回るゴルフってどういう感じなんだろうとか、一人予約する人の心境ってどうなんだろう、まあ、僕の中ではすごい格式が高いものだと思ってて、上手くないといけないんじゃないかとか、こんなに下手だったら迷惑かけるんじゃないかとか、どういう人たちが来るんだろうみたいなっていうのがすごいあるんで、まあ、そういうのを、まあ、ゴルフの良さとか一人でも全然簡単に行けるじゃんとかっていうのが、そういうのを伝えられたらいいかなと思ってちょっと撮影してきます。まあ、いつになるかはちょっとわからないですけど、まあ、休みが取れればいつでも行こうかなと思ってるんで、楽しみにしてもらえればいいかなと思います。あと、まあ、ちょっとこれはレッドからの指令で、これちょっと撮ってきてよって言われてるの一つあって、ゴルコンに参加してこいと、動画ありで。これね、ぶっちゃけちょっと難しいかなって僕の中では思ってますけど、なんかそのゴルフコンパを企画してるところ、まあもちろんそのね、参加してる人たちはモザイクなり何でももちろん全然書けるので OK だよっていう企画してる企業さんとかあったら、ぜひ僕のところに投げてもらえればちょっと行きたいですね、取材。どういう感じのやつやってんだって、僕ももちろん行ったことないんで、ゴルコンどうなのかなみたいな、そういうなんか僕ちょっと潜入捜査的な感じのやつやりたいですね。はい、こういう感じの行ってみたよ、すごい楽しかったよとか、こういうの行ってみたよけど僕にはちょっと合わなかったなとかっていうのをちょっとやりたいなと。まあ、まあ、ちょこちょこグリーンオンも少し増えていくかなと思います。まあ決して言いますよ、これ別にラウンド動画が上げるのがなくて撮ってるわけじゃないと思いますよ。はい、ということで以上、また次はいつになるか分かりませんけど、まあ多分またいずれお会いすると思います。グリオンでした。またね、またね。今回は見ての通りキックボクシングをしに来ました。筋力もアップできる、はい、ってことは低いな、そういうことです。そういうことです、はい、ちょっと待って、マジ大丈夫、暴らとか折れない、これ足どうかしてる、パッチぐらい絶対壊れる、絶対壊れる絶対壊れる、絶対壊れる、いきますよ、うわ